愛知県選挙管理委員会によりますと投票用紙の配送作業は先月29日ときょうの2回に分けて行われきょうは県内46の市と区に投票用紙1170万枚が届けられるということです県全体では合わせて1860万枚になります投票用紙は小選挙区と比例代表最高裁判所裁判官の国民審査の3種類で各選挙管理委員会では届き次第 各投票所に振り分けることにしています衆議院選挙は今月19日に公示投開票は31日に実施される見通しです